ジョゼフ・カイン・セーブリーは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2004年、MLB ドラフト15巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されたが拒否し、ライス大学へ進学。2007年、MLB ドラフト1巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、7月18日に、契約。A-9。Q ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで7試合に登板し、2勝3敗、防御率2.73だった。2008年は A 級クリアウォーター・スレッシャーズで27試合に登板し、9勝10敗、防御率4.13だった。2009年は A 級レディング・フィリーズで21試合に登板し、12勝4敗、防御率4.41だった。8月にトリプル A リーハイバレーアイアンピックスへ昇格。7試合に登板し、4勝2敗、防御率4.38だった。2010年は、トリプル A 級リーハイバレーで28試合に登板し、1勝12敗、防御率4.66だった。2011年は、A 級クリアウォーターで1試合に登板し、6月に A 級レディングへ昇格。6試合に登板し、7月に、 トリプル A 級リーファイバレー昇格。18試合に登板し、4勝0敗にセーブ、防御率1.80だった。9月16日にメジャー初昇格を果たした。9月20日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。同点の8回表から登板し、0.1回を投げ、1アンダム失点で降板した。この年は4試合に登板し、防御率0.00だった。 2012年は開幕ロースター入りを果たしたが、4月15日に、トリプル A 級リーハイバレーへ降格。4月21日に昇格したが、5月9日に降格。5月16日に再昇格。6月10日のボルチモアオリオールズ戦では、同点の延長10回裏から登板したが、タイワシントンの失策でランナーを出した後、マット・ウィータースに、さよならルイダを打たれ、 初黒星を喫した。6月28日に再び降格した。7月13日に再昇格。7月23日のミルフォーキーブルワンズ戦では3点ビハインドの9回表から当番。1回を無失点に抑え、直後の9回裏に一挙4点でサヨナラ勝ちしたため、メジャー初勝利を挙げた。8月1日に再びトリプル A 級へ降格した。 この年は19試合に登板し、1勝2敗、防御率5.40だった。2013年は、トリプル A 級リーハイバレーで開幕を迎え、4月19日にメジャー昇格。4月22日に降格し、5月6日に再昇格した。5月10日に再び降格し、5月31日に再昇格した。月日のシカゴホワイトソックス戦では、 勝利を挙げたが、左肘を故障し、7月23日に15日間の故障者リスト入りした。8月23日にトリプル A 級へ降格。9月2日に再昇格。この年は18試合に登板し、2勝0敗、防御率3.15だった。2014年2月16日に A.J. バーネットの加入に伴い、リーフとなった。 2014年2月17日にウェーバーでオークランドアスレチックスへ移籍した。3月29日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。5月9日にメジャーへ昇格し、3試合に登板。すべて無失点に抑えたが、5月18日にトリプル A 級へ降格した。降格後は、 トリプル A 級で33試合に登板し、3勝1敗、1セーブ、防御率2.48を記録していたが、9月1日にリーフとなり、9月4日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。オフの11月4日に FA となった。2014年11月20日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2015年3月30日に FA となった。 ありがとうございます。